愛新閣羅不決は愛新閣羅不儀の同母帝。成長における地位は厚し新能系し、満州国軍人としての階級は陸軍中高。中華人民共和国では、全国人民代表大会常務委員会委員、全国人民代表大会民族委員会副主任、立命館大学名誉法学博士、初夏でもあり、流水のごとき、 独特の書体は流麗で人気が高かった。厚親王、郎、はじめと具悪ぎゃし、洋蘭の次男として生まれた布傑は、兄である第十二代新朝皇帝に仕え信頼を得ていた。また、厚志新郎家長男の不義が皇帝となったため、布傑が厚志新郎家の刑事となった。その後九百十一年十月十日に、新外革命が勃発すると、遠政外が、新国政府に、 第二大内閣総理大臣の地位を要求するとともに、厚志新郎の摂政王大位と不義の大位を要求した。その後1912年2月に不義は戦闘艇から退位することとなった。妹、A とその夫である各府、らジュと不決在北京日本公使官さらに1924年10月には、表玉賞と孫だけが起こした第二次、笹ぐ家戦争に伴うクーデターが発生し、 直令派の総庫が監禁され、氷玉賞と孫だけが北京を支配することとなった。さらに氷玉賞と孫だけは、政変後に、帝合を廃止進出優待条件の一方的な生産を通達し、資金城に軍隊を送り、富儀とその側近らを資金城から強制的に退去させた。このことを受けて、富儀らは北京の日本公使館に避難し、 その後、不潔も日本政府の庇護を受けた。この後、1929年3月に、遠洋皇后の実定のウルるキと共に来日し、日本語等の学習後に学習院高等科に留学する。この間の1932年3月に、日本軍の支援を受けて、満州国が建国され、兄の文が満州国失政となる。1933年3月、 学習院高等科卒業。同年9月、陸軍士官学校本科入学。1935年7月に卒業して、見習い士官に任官。同年9月に、満州国陸軍に入隊する。不決は1924年に、炭鉱不都市比の名、東石霞と結婚したが、価値観の違いからうまくいかず、東石霞は実家に帰ってしまい。 婚姻生活はその後の不潔の日本留学とともに自然消滅した。満州国皇帝に即位した不義は不潔を日本の皇族と結婚させたいという意向を持っていた。しかし、日本の皇室転半及び皇室転半造法は皇族女子の配偶者を皇族、王皇,皇族、または直子により特に任居された家族に限定していたため、たとえ、 満州国の皇帝といえども外国人男性である、不潔との婚姻は認められなかった。そこで、皇爵相模勝の長女で、昭和天皇の登園にあたる佐賀博士との縁談が、関東軍の主導でまとめられ、1937年2月6日、二人の婚約内定が満州国中日大使館から発表され、同年4月3日に東京の軍人会館で結婚式が挙げられた。 当時、不決は日本の陸軍不評学校に在籍していたため、二人は千葉市稲毛に新居を構えた後、同年9月に不決が10月には広志が満州国の首都新居へ渡った。明らかな政略結婚であったが、見せられた見合い写真の中から不決が選んだ女性であり、夫婦仲は良好だった。1938年に長女、永世、1940年に 次女、聖の次女に恵まれた。1937年3月には、日本の皇室天範を参考に、満州国の定位継承法が制定されて、帝子孫皆、在ラ・アザルトキハ三兄弟及び、それの子孫二伝府という文が盛り込まれており、当時関東軍や満州国政府は、不義の実施生誕は半ば諦めて、将来の満州国皇帝となる不決と、 その男子生誕を大きく期待していたとされる。1938年10月、満州国中日大使館副官室勤務を命じられて東京に赴任。翌1939年11月に法典の不票商工軍艦学校教官に任官され、1941年からは新疆の満州国軍艦学校で教鞭をとる。同年12月に日本が イギリスやアメリカなどの連合国と交戦状態に入ったことを受け、満州国もこれらの国々と戦争状態に入ったものの、満州国はほとんど戦果を受けなかったために、満州国陸軍の将校として前線に出ることはなかった。1943年には日本の陸軍大学校に入校したため、不潔とその一家は、しばらくの間、東京に今日移すこととなった。 1944年12月、学習院初等科に在学中の長女の衛星を残して満州に戻る。これが衛星と永遠の別れになる。1945年8月8日、ヤルタ会談でのイギリスやアメリカとの密約により、突如、ソビエト連邦政府は、モスクワの佐藤直岳中ソ連、日本国特命全権大使に対して、日ソ中立条約の破棄を通告し、間もなく、 ソ連軍が北西の外蒙古及び北東の沿海州の2方向からソマン国境を越えて満州国に侵攻した。主力を南方戦線に取られていた関東軍は一方的に敗走し、不決やその家族、満州国の閣僚や関東軍の上層部たちはソ連の進撃が進むと首都の心境を放棄して朝鮮にほど近い通過省臨港圏の大栗湖に避難していた。 しかし、8月15日に太平洋戦争に日本が敗北したことにより、その2日後の8月17日に国務委員会議が満州国の解体を上層、8月18日には大栗湖で不儀が満州国解体を自ら宣言するとともに皇帝を退位した。不儀と不決はソ連軍に捕まることを避けて通過から 日本軍機で日本へ逃亡する途中、経由地の方天の飛行場で、赤軍空挺部隊に捕らえられた。その後ソ連領内に移送され、ソ連極東部の地とハバルフスクの強制収容所に収監された。その後、1950年に中華人民共和国に送還され、先犯とされて、武順先犯管理所とハルビンの先犯収容所で、 中国共産党による再教育を受けた。1954年、長女、英生が国務院総理の周恩来に、父に会いたいと、中国語で書いた手紙を出し、感動した州により、日本にいる祭主との文通を許可される。しかし、1957年12月、学習委員大学に進学していた英生は、交際していた、同級生の大久保武道と伊豆半島天城山で、 ピストル侵入した。1960年に模範州として釈放され、北京に帰る。翌1961年、妻のコートの再会を果たし、文化大革命を乗り越え、全国人民代表大会常務委員会員を務めるなど、社会への復帰を果たした。また、1972年の日中国交正常化のあと7度の訪日で、 日中友好の架け橋として活躍した。1987年6月20日に長年連れ添った妻の子が北京の病院で死去した。不潔はその後も日中友好の架け橋として両国間で活躍し、1989年1月の昭和天皇法御時には日本大使館に弔問に訪れた。1991年10月28日には、 立命館大学より名誉法学博士の名誉学位を贈呈されている。1992年10月25日には在中国日本大使主催のレセプションで訪中した当時の天皇と対面している。1993年から療養していたが、1994年2月28日7時55分に北京で死去した。遺骨は不欠の生前からの希望によって、 広市、衛生の遺骨と共に、日中双方によって分骨され、日本側の遺骨は、山口県下関市の中山神社境内にある、拙者愛深刻螺社に、広市、衛生の遺骨と共に収められ、中国側の遺骨は三人共に、中国名峰山上空より散骨された。陸史時代は小柄な体つきながら相当な、精神力の持ち主であり真面目で、厳しい訓練にも耐え抜いたという。 それと同時に、心優しい性格であったことも知られており、非常な家族思いで、妻や娘はもちろん、兄弟愛も強かった。2013年9月、不潔の次女である福永生から、関西学院大学博物館解説準備室に、愛心格ら不潔や関係資料に関係する資料、などが寄贈されている。不潔は日本に留学した後、日本陸軍でも学び、 満州国の軍人としても活動している。下記はその軍歴である。満州国での軍歴はで記す。皇室、大町山上屋及び、新朝帝室の経図実践は、実施、転戦は、用紙、転戦は婚姻関係、皇書帝は皆豊か御門の用紙、戦闘帝は、同地帝お及び、皇書帝の用紙として、定位継承。ありがとうございます。